今日は好天に恵まれました。読売ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ、まもなく試合が始まるわけですが、西さん、試合前というのはビデオをチェックしたりデータを集めたり、西さんは結構そのデータ重視されるタイプでしたか？まあ、一応ね、相手のデータを見ながら、試合に臨みますけれども、まあ、どのチームもちゃんとミーティングをして試合に臨んでます。そうですよね。そのデータをどう活かしていくんでしょうか。ジャイアンツの攻撃、1番バッター橋本、1番センター立ち上がりです。1番センター橋本、背番号32。初球空振りです。2球目打ちました。取ってワンアウトです。バッターボックスは2番オールイ。西さん、俊足のバッターを迎えました。そうですね、まあ、足を、ね、警戒して守った方がいいですね。最初は見ていきます。真ん中へ、2球で追い込んできました。フォークを見極めています。変化球空振り。バッターボックスには3番坂口。ツーアウトランナーありません。初球ボール。センターへ打球伸びる。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。三者凡退に終わっています。1回の表終わってジャイアンツ無得点です。西さん、下位打線がいやらしい攻撃をしてくるチームというのは非常に嫌だと思うんですが、ピッチャーとしてはどうなんですかね。いや、 やはりね、気が抜けないというのはね、ピッチャーにとっても疲労感が増しますからね、後々効いてくると思いますよ。そうですよね。いやらしいバッティングができるかどうか注目しましょう。ジャイアンツ初回の攻撃になります。バッターボックスは1番藤村。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。1番セカンド藤村。初球は変化球当たりません。ファウルになります。この球は外れています。
スライダー外れます。これはどうだ、ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー一塁です。バッターボックス古木送ります。ファーストが取る。セカンド送球、セカンド取ってフォースアウト、送りバント失敗。3番バッター小笠原、ワンアウトランナー一塁です。打ちました。二塁送球、二塁アウト、ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターは DH 谷。ツーアウトランナー一塁です。打った、伸びていく、どうだ、はい、入った、ホームラン、先制のツーランホームランです。ジャイアンツ痛い一発を浴びています。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ先制を許します。2対0になりました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところです。今のバッティングご覧いただきましょう。初回での一発、この試合の行方を左右するような大きな一発となりそうです。5番バッター梶前、ツーアウトランナーありません。最初は速いボール、際どいボール外れました。インコース、これは外れます。際どいコース、ストライクです。ストライクコールで2ストライクと追い込まれています。高めのボール、セカンドの右抜ける、ツーアウトランナー一塁。今日のピッチングご覧になって小宮さんいかがですかね。あ、そうですね、ちょっとらしくないですよね。バッターボックスは6番横川、背番号36。ツーアウトランナー一塁です。際どいところ見送っています。変化球タイミング合いません。ストライクです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ボールになります。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。スライダー外れます。
3ボール2ストライク。打ちました。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ジャイアンツ先制点を取っています。1回終わって2対0、ジャイアンツ先制です。2回に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃になります。バッターボックスは4番仲井。2点のビハインドのジャイアンツです。背番号61、いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。2球目も決まります。落ちる球できました。落ちる球を持ってきました。インサイド落ちました。一気にセンターへ。ノーアウトのランナーが出ていきます。バッターボックスは5番太田。ヒットでランナー一塁になっています。初球ストライク。落ちるボールはこれは外れています。ボールになります。入れました。ファールボール。1球高め、3ボール2ストライクです。ここもファールです。見逃し三振。最後は際どいコースに決まりました。ランナーそのままです。バッターボックス印善。ワンアウトランナー一塁。初球空振りです。バントしました。わずかに右に切れました。ファールボール。変化球空振り。バットに当てられません。ランナーそのまま。7番バッター辻。ツーアウトランナー一塁です。初球変化球は空振りです。ボールになります。低めの球手を出しました。ワンボールツーストライクです。
この球は落としましたが決まりません。アウトコース外れます。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。このボールは外れてフォアボール。ツーアウトながら一塁二塁、一塁ランナーも帰れば同点となります。得点圏にランナーを置いていますジャイアンツです。球威はありましたがボールです。強い当たり、右に持っていった。これはどうだ、わずかに右に切れました。ファールボール、落ちるボール見逃します。ワンボールツーストライクです。インコースの変化球見ています。三振、タイムリーとはいきませんでした。なんとかここは抑えきりました。今の投球ご覧いただきましょう。このチャンスは生かせませんでした。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。2回の表終わって2対0、ジャイアンツ無得点です。2回の裏、7番から始まるジャイアンツの攻撃です。バッターボックスは7番高橋。アウトコース空振りです。打ちました、痛烈な打球、レフト下がっていく下がっていく。1番バッター高口、まずはワンアウトにしています。最初は見ていきます。フォーク外れます。変化球です。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。打ちました、一気にレフトへ。ワンアウトから追加点のランナー塁に出していきます。一塁蹴って二塁に向かう。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには9番市川。ヒットでランナーは二塁に変わっています。初球から振ってきましたがうまく変化球でかわしました。これで結局追い込まれました。空振り三振、前にボールを飛ばせません。ランナーは動けませんでした。打順は1番に帰ります。バッター藤村、最初の打席でヒットを放っています。
追加点のチャンスを迎えています。ジャイアンツ、まずはストレート来ました。バットを出していきます。ストライクを先行させていきます。追い込みました。打ちました。打ち上げました。掴んで3アウト。無失点でなんとか追加点を阻止しました。追加点とはなりませんでした。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。2回終わって2対0、ジャイアンツ無得点です。序盤の3回を迎えています。追いかけるジャイアンツの攻撃になります。バッターボックスは9番木屋敷。西さん、先制されてしまったわけですが序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか、どうですか。いやいや、まだね、あの序盤ですから。叩きつけるバッティング、一塁送球アウト、ワンアウトです。まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。インコース決めてきた。ノーボールツーストライクと追い込まれています。打ちました。しかしショートライナー。打順は2番大塁。最初の打席は三振に倒れました。ツーアウトランナーありません。初球ボール。落としました。外れます。ボール先行です。これは手が出ないか。打ちました。落下点入りました。最後はレフトフライ。掴んで3アウトです。三者凡退に終わっています。反撃したいジャイアンツでしたがここは三者凡退無得点です。3回の表終わって2対0、ジャイアンツ無得点です。3回の裏、追加点を狙うジャイアンツの攻撃です。バッターボックスには2番古木。打ちました。痛烈、センターに大きな打球。これはどうだ。センターオーバーのヒットになりました。ツーベースヒット。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー二塁です。迎えるバッターは3番小笠原。追加点のチャンスを迎えています。ジャイアンツ、これは外れています。高め際どい球、
わずバットが出てしまったでしょうか。ワンボールツーストライクです。低め低め、打ちました。ライナーになった。一気にライトへ、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。追加点のチャンスを迎えていますジャイアンツ。まずは見送ります。ワンボール。内へ曲げてきました。低めのボール、思わず空振りです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ベース狙い、インコースに攻めてきました。今ゲッツー狙いの配球になってますよね。空振り三振。ここは投げ勝ちました。まず一つアウトを取りました。打順は5番に回ってきます。梶前、今日は第1打席にヒットを放っています。ここは三振を狙っていきたいところです。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。これは大きく外れています。ライン際入った。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。この打席もヒットを放ちます。追加点が入りました。ジャイアンツ3対0。今のバッティング西さんご覧になっていかがですか。まあ素晴らしいバットコントロールですね。早くも流れを確実なものにしようとしています。迎えるバッターは6番横川。西さん、この場面いかがご覧になりますか。そうですね、まあ、じっくりとね得意なボールを待って勝負するべきでしょうね。この変化球はバットが合いません。いいテンポで追い込んでますよね。簡単に追い込んでいます。一球釣り玉、次が50球目になります。打ちました。右中間に強い打球、これはどうだ。右中間真ん中破りました。サードランナーホームイン、タイムリーツーベースヒット、追加点が入りました。ジャイアンツ4対0。さあご覧いただきましょう、見事なタイムリー、またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。バッターボックスは7番高橋。この回追加点、点差は広がり攻撃はなおも続いています。まずは変化球、
内へのスライダーはボールになります。これはいいところ、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。低めいいところに持ってきましたが外れます。ここはランナー返せません。ツーアウトになりました。打席には8番バッター高口、最初の打席でヒットを放っています。この回7人目のバッターになります。初球から力いっぱい投げ込んできます。際どい球、わずかに外れています。この球は見送ります。打ちました。ライトの前に落ちました。ホームに送球。この打席もヒットを放ちます。サードランナーホームイン。追加点が入りました。ジャイアンツ5対0。バッター市川、最初の打席は三振に倒れました。この回追加点、点差は広がり攻撃はなおも続いています。まずは見送りました。拾って一塁送球。サードランナーホームイン。追加点が入りました。ジャイアンツ6対0になりました。この大差の場面でリリーフを送り込んできました。ピッチャー交代です。打順はトップに帰って藤村。マウンドは中継ぎの松本。これは外れています。ファウルになります。打ちました。これもファウル。チャンスの場面振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。しかしこの回得点が入りました。この回ジャイアンツ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。3回終わって6対0、ジャイアンツ大量リードしています。4回の表、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターボックスは3番坂口。ここは塁に出てつないでいきたいところ。高めのボール打ちました。詰まりながらも右中間へ。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターボックス中井、今日は第1打席にヒットを放っています。まずはワンアウトにしています。初球空振りです。
ボールになります。フォーク外れました。低めのボール入りました。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。打ちました。レフト掴んでツーアウト。バッターボックス立岡。ツーアウトになっています。勢いのあるストレート。落ちる球見逃してストライクです。2球で追い込んできました。打ちました。サードが前に来る。一塁アウト。スリーアウトです。三者凡退に終わっています。4回の表終わりました。6対0、ジャイアンツ無得点です。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは2番古木。前の打席ではツーベースヒットを放っています。今日の先発ピッチャーはすでにマウンドを降りています。初球ボール。この球は外れています。ボール先行です。空振りになります。打ちました。アウト。ワンアウトです。バッターボックス小笠原、先ほどの打席でヒットを放っています。まずはワンアウトにしています。初球ボール。スライダー決まっています。インコース決まった。ワンボールツーストライクと追い込みました。
ファウルになります。ボールになります。この球は外れています。フルカウントです。変化球空振り。バッターは DH 谷。先ほどの打席は三振に倒れました。マウンドは中継ぎの松本。空振り。フォークを見極めています。低め決まった。ワンボールツーストライク。高めのボール、わずかに左に切れました。ファールボール。打った。レフトに大きな打球。レフトバックする、バックする、レフトオーバー。ヒットになります。マルチ安打。ツーベースヒット。ツーアウトからランナー出ました。ジャイアンツです。ツーアウトランナー二塁。5番に回ります。バッター梶前。今日は2打席連続となるヒットを打っています。ヒットでランナーは二塁に変わっています。まず変化球を見せてきました。外角高めへのストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。追加点とはなりませんでした。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。4回終了6対0、ジャイアンツ無得点です。5回に入ります。ジャイアンツの攻撃。バッターは6番印善。最初の打席は三振に倒れました。西さん、この辺りでそろそろ反撃に出ていきたいところなんですが、いかがですかね。本当ですね。弱気になっちゃダメですよ。これからですよ。ベンチの動きにも注目です。低めはこれは入っていました。2球で追い込まれました。これはどうだ。ライトが取りました。バッターボックス辻。最初の打席はフォアボールです。まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は見ていきます。
ボールになります。変化球がインコースに決まります。ワンボールツーストライクです。引っ張った、アウト、ツーアウト。バッターは DH 川野。最初の打席は三振に倒れました。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。この球は外れています。ボールになります。面白いように決めてきます。ツーストライクと追い込まれています。三振になります。スリーアウト、チェンジ。三者凡退に終わっています。5回の表終わって6対0、ジャイアンツ無得点です。5回の裏、ジャイアンツの攻撃になります。打席には6番バッター横川。前の打席ではタイムリーツーベースを放っています。ダメ押し点、そのきっかけを作っていけるんでしょうか。際どいところ見送っています。バッターよく見ました。ボール先行です。ちょっとタイミングが合っていません。フルスイングしました。ファーストの横抜けました。ノーアウトのランナーが出ていきます。バッターは7番高橋。先ほどは三振でした。マウンドは中継ぎの松本。初球ボール、すくい上げた、取ってワンアウトです。ワンアウトランナー一塁となりました。ピッチャー苦しくなってきました。なんとか落ち着きを取り戻したい。バッターボックスは8番高口。今日は2打席連続のヒットを放っています。ワンアウトランナー1塁です。初球打ち、一気にライトへ。これで3打席連続のヒット、2塁はセーフ。9番バッター市川、前の打席ではタイムリーヒットを放っています。追加点のチャンスを迎えています、ジャイアンツ。
豪快に投げてきます。外いっぱい決まった。これはどうだ、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、セカンドランナーホームイン、タイムリーツーベースヒット、追加点が入りました。ジャイアンツ7対0。打順は1番に帰ります。バッター藤村、先ほどの打席は三振に倒れました。この回さらなる追加点を入れています。最初はストレートから持ってきました。外、これは外れていきます。内へ低めの変化球、ワンボールツーストライク。このチャンスの場面、空振り三振です。ツーアウトになりました。ピッチャー苦しくなってきました。なんとか落ち着きを取り戻したい。この大差の場面でリリーフを送り込んできました。ピッチャー交代です。バッターボックスは2番古木。マウンドは中継ぎの岸。インコース空振り。打ちました、痛烈な打球、これはどうだ、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーも今ホームイン、追加点が入りました。ジャイアンツ9対0。クリーンナップに入ります。3番小笠原、先ほどは三振でした。マウンドは中継ぎの岸。打ちました、ライトに強い打球、ライトバックバックバックする、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、タイムリーツーベースヒット、追加点が入りました。ジャイアンツ10対0。迎えるバッターは DH 谷、前の打席ではツーベースヒットを放っています。この回追加点、点差は広がり、攻撃はなおも続いています。初球変化球は空振りです。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。外れました、ボールです。この低いボールは外れます。打ちました、レフト線、レフト線フェアです。セカンドランナー三塁を回った、これで3連打、セカンドランナーホームイン、タイムリーツーベースヒット、
追加点が入りました。ジャイアンツ11対0。迎えるバッターは5番梶前。ここまでは1打点という内容です。この回さらなる追加点を入れています。引っ張った、これはどうだ、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、これで4連打波に乗ります。セカンドランナーホームイン、追加点が入りました。ジャイアンツ12対0。打順は6番横川、先ほどはヒットを放っています。この回は打者一巡の猛攻となっています。際どいところ見送っています。タイミングが合いません。外、これは外れます。打ちました、右中間へ打球伸びる、最後はライトフライ掴んで3アウトです。この回ジャイアンツ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。5回終わって12対0、ジャイアンツ大量リードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。ゲームは6回の表に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターボックスには9番、木屋敷。最初は見ていきます。落ちるボールはこれは外れています。これはボール。ツーストライクと追い込んでいます。内側のボールを打っていきましたが、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス橋本、今日はまだヒットがありません。まずは先頭バッターを打ち取っています。打ち返していきましたが、一塁そのまま入ってアウト。打席には2番バッター大塁、今日はまだヒットがありません。2アウトランナーありません。初球空振りです。ファウルです。
これは低いところに持ってきました。変化球空振り、スリーアウトチェンジ、三者凡退に終わっています。6回の表終わって12対0、ジャイアンツ無得点です。6回の裏、7番から始まるジャイアンツの攻撃です。打席には7番バッター高橋、今日はまだヒットがありません。最初は見ていきます。この球は落としましたが決まりません。見送っています。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。内へ持ってきましたが外れました。ストレートを打ち返しましたがワンアウトです。バッターボックス高口、この試合猛打賞を達成しています。マウンドは中継ぎの岸、初球ボール、低めの球外れています。ボール先行です。インサイド変化球外れます。ストライクが入りません。ストレートのフォアボール、ストライクが入りません。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。ピッチャー苦しくなってきました。なんとか落ち着きを取り戻したい。9番バッター市川、前の打席ではタイムリーツーベースを放っています。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか、初球は変化球から入りました。真ん中打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール、ボールになります。見逃して三振になります。ツーアウトになっています。バッターは1番藤村、先ほどの打席は三振に倒れました。ツーアウトランナー1塁です。あっと取れない、バッテリーエラー。ボールを拾ってツーアウトからランナー出ました。ジャイアンツです。ツーアウトランナー2塁、打ちました。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。追加点とはなりませんでした。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。
6回終了12対0、ジャイアンツ無得点です。守備交代が告げられます。交代をお知らせいたします。セカンドの藤村。ゲームは7回の表です。ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは3番坂口。今日はまだヒットがありません。小宮山さん、無失点に抑えられていますので、まずは1点欲しいところですよね。まあそうですね、とにかく点を取らないことにはどうしようもないので。さあその1点取ることができるんでしょうか。低めはこれは入っていました。2球で追い込んできました。フォークボールです。フォーク外れます。変化球です。打ちました。これはどうだ。ヒットになった。ノーアウトのランナーが出塁していきます。バッターは4番中井。マウンドは先発ピッチャー小山。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。セカンド送球、セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターは5番立岡。2アウトランナーありません。初球空振りです。落としました。外れます。フォークを選択しましたが手を出しませんでした。打ちました。これはどうだ。右中間破っていきました。スリーベースヒット。バッターボックスは6番インゼン。今日はまだヒットがありません。ヒットでランナーは3塁に変わっています。高め打ちました。ショート飛びつく。1塁送球アウト。間に合いました。ファインプレー。よく追いつきました。このチャンスは生かせませんでした。サードランナー残塁に終わっています。7回の表終わって12対0、ジャイアンツ無得点です。この大差の場面でリリーフを送り込んできました。ピッチャー交代です。ピッチャーの7回の裏に入ります。ラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃です。2番バッター古木。
前の打席ではタイムリーツーベースを放っています。最初のボール外れました。これは見送ります。ボール先行です。空振りになります。これはどうだ。ボールを拾ってノーアウトのランナーが出塁していきます。打順は3番ウォーカー。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコース、空振りです。ファウルになります。高め外れました。見逃して三振です。ワンアウトです。バッターは DH 谷。前の打席ではタイムリーツーベースを放っています。マウンドは中継ぎの田中。空振りです。外れました。変化球外れました。高め空振り、追い込みました。ファウルになります。この球は見ます。スリーボールツーストライク。外れてフォアボール。得点圏にランナーを進めています。打順は5番に回ってきます。高橋。追加点のチャンスを迎えています。ジャイアンツ初球ボール。低いところへ決めてきました。わずかに外れた。変化球タイミング合いません。これでツーストライクと追い込みました。引っ張った。二塁送球、二塁アウト。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。打順は6番横川。
今日は打点が1つあります。追加点のチャンスを迎えていますジャイアンツ。インサイド落ちました。ファウルになります。この球は外れています。インハイ際どいコース、打ちました。右中間に大きな打球、これはどうだ、右中間を深々と破るヒットになりました。タイムリーツーベースヒット、追加点が入りました。ジャイアンツ13対0。バッターボックス高橋、今日はまだヒットがありません。追加点のチャンスを迎えていますジャイアンツ。勢いのあるストレート、引っ張った、三遊間抜けるヒットになりました。サードランナーホームイン、追加点が入りましたジャイアンツ14対0。打順は8番高口、前の打席ではフォアボールを選んでいます。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。最初は変化球できました。外れてボール、ボール先行です。これは見送ります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。ストライクになります。フルカウントになっています。バッティング、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回得点が入りました。この回ジャイアンツ2点を追加しています。7回終わってジャイアンツ大量リードしています。8回まで来ました。7番から始まるジャイアンツの攻撃です。打順は7番辻、初球ストライク、落ちるボール、2球で追い込まれました。打ちました。3球目打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。ここで代打です。バッター矢野。西さん、この場面いかがご覧になりますか。まあそうですね、まあ、ここはね結果を出してもらいたいですね。まずは先頭バッターを打ち取っています。
最初は変化球できました。変化球低めに持ってきましたがボールになります。ボール先行です。いいフォークボールです。空振り、低めいっぱいのコース、これで追い込みました。変化球空振り、ピッチャー苦しくなってきました。なんとか落ち着きを取り戻したい。バッターボックスは9番日屋敷、今日はまだヒットがありません。ツーアウトランナーありません。打ちました。初球から積極的に行きましたが最後はレフトフライ掴んで3アウトです。三者凡退に終わっています。8回の表終わって14対0、ジャイアンツ無得点です。この大差の場面でリリーフを送り込んできましたピッチャー交代です。8回の裏、ジャイアンツの攻撃になります。バッターボックス市川、先ほどは三振でした。打ちました。これはどうだ、ヒットになった。追加点のランナーノーアウトから塁に出していきます。先頭バッター出ました、ジャイアンツノーアウトランナー一塁です。マウンドは中継ぎの高木、大きな変化球から入ってきました。これは決まった、ノーボールツーストライク。打ちました、センターへ抜ける、ランナーが出ます。ノーアウトランナー二塁一塁、打席には2番バッター古木、前の打席ではヒットを放っています。ヒットでランナー二塁一塁、微妙なところを攻めてきます。ストライクです。外への変化球外れました。このチャンスは空振りの三振、まず一つアウトを取りました。クリーンナップに入ります。3番ウォーカー、最初の打席は三振に倒れました。マウンドは中継ぎの高木、1球目は空振りです。打ちました、一塁送球、ツーアウトになりました。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。迎えるバッターは DH 谷、
前の打席ではフォアボールを選んでいます。追加点のチャンスを迎えていますジャイアンツ。初球空振りです。胸元をつきましたが外れました。ファウルになります。引っ張った、落下点アウト、スリーアウトです。追加点とはなりませんでした。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。8回終わって14対0、ジャイアンツ無得点です。試合は最終回まで来ました。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。打席には1番バッター橋本、今日はまだヒットがありません。西さん、最後の最後なんとか一矢報いたいですよね。まあなんとかね、あのチャンスを作ってね、最後まで行ってほしいと思います。そうですよね、プロとしての意地をぜひ見せてほしいと思います。インコースを落としました。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、ワンアウトです。ピッチャー苦しくなってきました。なんとか落ち着きを取り戻したい。2番バッター大塁、先ほどの打席は三振に倒れました。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウトコース打ちました。アウト、ツーアウト。打席には3番バッター坂口、先ほどの打席でヒットを放っています。ピッチャーちょっと疲れが見えてきたようですが、どうでしょうか。初球空振りです。インサイド落ちました。これはどうだ。最後掴んで試合終了です。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。西さん、今日は打線が完全に沈黙してしまいました。明日以降の奮起期待したいですよね。まあ今日はね、もうとにかく相手投手の出来が良かったです。ですからもう明日はね、今日の反省を踏まえて頑張ってほしいと思います。明日の巻き返しに期待しましょう。勝ったジャイアンツ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。